今は昔、オールマイトの通常攻撃が化け物に変化した時代、その時代に開催された一度きりのマイトボクシング大会、優勝は誰の手に。はい、どうも皆さん、こちらリュウリュウです。トレッチャーです。モッチュです。マイコーです。ヤブです。はい、ということで、今ボクシング界でいう中で一番強いのってやっぱ年寄りなんですよ、今。ヒロアカ UR 界の。ボクシング界。ボクシング、あの、殴り合いならね。個性なし殴り合い。殴り合いで。なるほどね。素手ね。はい。いきます、タイトルゴール。はい。年寄りボクシング、おーい。おーい。はい、ということで、年寄りなんか、通常攻撃バグってるんですよ、今。なんで、それでちょっとなんか企画やってみてくださいみたいなのが来てて、これめっちゃいいやんと思ったんで、場所限定して、1回目はあの合宿場の体育館の中。うん。で、あの、チャンピオン決めます。ボクシングチャンピオン。はい、で、全員で一気に戦うんですけど、で、2試合目、あの、僕ら橋って呼んでるんですけど、全然今さっき話した橋じゃないんですけど、あの、セントラルからなんか真上のとこね、旧マップの一番上のとこね、あの飯田があの走り抜けるとこ、黒霧と戦って、はい、あそこで戦っていきたいと思います。これけどなんかこう勝者が 2人出た場合なんかよくわからなくなるけん、そいつらの 1v1 にするか、最後は橋の上で。ああ、いいんじゃない、じゃあ行こうぜ。いや、このために減量も重ねてきたけな俺は。ガチで言うね。準備はもう万端、マジで。何キログラム級なこれ。えオールマイトって何キロぐらい、相当重いよね、こいつ多分。バカ重そう、100はいってるな、絶対に。調べて、調べて。オールマイト、体重。50とかあってもおかしくない。いや、200あったような気がするんやけど、俺。200あるんですか。いやいや、ガチ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 、盛りなしで。嘘でしょ。220。274。274キログラム級。274キログラム級、つってから。マダム級王者、トシードリーって。トシードリー、今ちょうどよかったやろ。いやー、これな、なんかあの、チャンピオンベルトとかあるん、これ今回。あるやろ、もちろん。チャンピオンベルトあり。ありでやろうや。ちゃんと買った時のエモートを用意してきましたから。このあの、ドゥルルルに巻き込まれたらもう終わりと思っていい。ドゥルルルルが一番強いんですね。これみんな巻き込まれた、みんなに当たったんだけど、みんな巻き込まれた、痛い痛い痛い、これ巻き込まれた。最初あの合宿場の体育館でボクシング、あれ、え、場所が合宿場で、あれ、あら、あら、じゃあの橋で試合見こや、さっきのね、これあのあれとかないね、あの入場、入場、うん、ミュージックステーション、音楽かけていい、音楽かけて、あの著作権やったら音鳴らんくなるけど、なんかアベマとかのやつでもよくある、あの著作権の歌があるんやったらそこ鳴らんくなるやつね。あじゃああのファイトの合図で殴り合いましょうか、なら正々堂々、はい、いいよ、あの肘打ち、頭突き、噛みつきなしになりますので大丈夫ですか、ルールは。ルールは大丈夫ですか。そしたら行きますよ、みんな、とせーので飛ぶよ、飛んで準備スタートやけね。はい、いくよ、三角押すよ。ファイ！よし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 、始まった始まった始まった。さあ、このボクシング、勝ったらチャンピオンベルトが渡されます。早速！えぐい！えぐい！もう激怒やろ、あれ。あいつに狙うか。怖っ。あいつから終わらせるか。待て、ゴンちゃんが一番ボクサーっぽいやけ。あぶね！やべ。あら、ここに巻き込め、こいつ誰、こいつ誰、どれがどれ、これ自分、青、水色、水色、白す、あ、それ水色、白、白、自分、白、白す、あれ、T シャツはどこ行った、あぶね、あれ、ゴロさん、階段下行った、階段か、隠れてんな、来た来た、やべ、やば、それやっしょ、あ、やばい、オッケー、やばい、ラスト一発が当たらん、危な、ボクシングチャンピオンに俺はなる。おい、やばい、すげえ、三角ジャンプありだな、三角ジャンプだけありだ、ありな、これやばい、一回の後巻き込まれた終わる、え、ジャンプありな、ジャンプありあり、
いや誰も今使ってなかったっけ、今からだから自分がピンチになったら言うやつ。あ、いや、なしいいよ、なしいいよ。え全然なしいいよ。こうちゃんどこおるん、偉そうなこと言うけど、どこなん。あったんだ、エロエロ。あいつガブと 1v1 これ、邪魔すんなよ。うやっほー。あ、痛いよ。あ、やばい、それは、マジか。怖すぎ。おらっこ、イエーイ。なめんな、マジで。おー、めちゃくちゃ、ボクシングチャンピオンに俺はなりますので。良くないな。良くないわ、それ。なにこれ。いや、これやばいわ、こいつ。お前の敗者復活戦なんてないです。ちょちょちょ、とどめちゃう。とどめしたら回復しちゃうっすよね。とどめは回復しちゃう。どうしたら、ね、殴らないか、殴ればいいんですか。殴るしかない、殴るしかない。いやー、来た。危ねえ、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 僕は言いつつしようとしよう。いや、これやりようときに狙われるけ、怖すぎる。あ、やばい、危ねえ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 。いや、これよ、激ロだと一回モラで食らっちゃったもん。あー、やばい、わー、場外や、場外。やば、これ連打だったらやべえな。チャンピオンボコすぞ。まずチャンピオンから潰すな。チャンピオンやらない、結局まず狙われな。第一に274kg 級前回王者マイクって言ってくれる。結構それっぽく言ってくれるなら。私は、うん、それっぽく入ってきます。ペテトマイクはない。ペテトマイク別にそんなん言わんやろ。274kg 級よーい、スタート。え、やばすぎ。やばいやばい、始まったよ、もう。え、もう始まったよ。みんな角目からなんか敵が来るの待っと。あ、やばい、やばい、やばすぎる。ボコボコにされてる、王者に。え、な、みんな、みんな、なんでなんでみんな、なんでわかんの。お前、動けよ、お前、マジ。場外じゃない、場外じゃない。いや、どうにか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 帰ってきてよ。え、え、場外、場外、やべえ。マッカーの、やっかーの、よしよし、やっば。最後だけあったんだか。お風呂、バカマッカー。角入れれるか、角入れるか、ここで角入れれんと俺は復活するぞ。全然王者生き残ったぞ。なんで？いける、マジ。で、ついでに加工。ついでに追ってやん。さあどうなる？モロちゃんとモッチ今生きとるのは。モさんとモチさん。ああ、オッケー。全部角入れれるかよ。ほら。ああ、ちょっと最後大変大変大変。おお、場外場外。あと50秒ありますよ。ヘック、これダメージ。ダメージヘック。バカになったやん、もう。あ、もっちょ、ジョーガイ。いや、よーい、ソン。あ、動いた。おぉ、戦い、戦い、ほら戦い、ほら、おい、痛い、痛い、痛い、ちょっと、おい、待て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 待びっくりした。さあ、どっち？おお！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 ああ！やったー！止まりません。全開王者弱っ。弱っ。わざないとも登れません。いや、これ落ち大丈夫？いや、逆にこれいいよってなったかもしれない。